こんばんは。5月12日火曜日、夜の FX フラッシュです。フォレックス TV ジャパンの武藤がお送りします。この時間は今日1日の東京マーケットの動きと、午後6時現在のヨーロッパ・ニューヨークマーケットの市況を予想します。今日の東京タイムは最終的に円が全面安となりました。ドル円は午前中に一時97円10銭レベルをつけて、直近のドル安値を更新するようなドル安円高の動きも見られましたが、勢い続かず、その後夕方にかけては流れが一変すると、クロスを含めて円売りが優勢となりました。早朝に FRB アメリカ連邦制度準備理事会のバーナンキ議長の講演が実施され、先日正式に公表されたストレステストに関する発言が伝えられましたが、特に目新しい内容もなく、影響は限定的でした。しかし夕方以降のロンドンタイムに入ると、主要なヨーロッパ株価が反発に転じていることを嫌気し、円売りが進行すると全面安の様相を呈しています。続きまして、欧米市場の見通しです。テクニカルに見た場合、ドル円相場は形成していた98円を下限としたボックス圏を昨日下離れてきました。今年の相場は一筋縄でいかず、騙しの多いことは若干気がかりですが、チャートを見ると、素直に見るとリスクはドル安方向に高いと言えそうです。なお、そんなドル円の冷やしチャートはやや不格好ながらヘッド&ショルダーを形成しているようにも見えます。その見方が仮に確かだとした場合、右肩の部分もすでに達成済みで、今後はネックラインにあたる96円前半を目指したドルの下落も否定できなくなるでしょう。そうした中、今日の欧米タイムに予定されている主な材料はご覧の通りです。特別大きなものは予定されていませんが、それでもモノラインといわれる金融保証大手である MBIA など有力企業の決算発表並びに貿易収支など、発表されるアメリカの経済指標の内容には一応要注意です。ただし、引き続き最も注目される要因はやはりニューヨークダウを中心とした欧米の株価動向だと思います。為替市場と株式市場の連動性は依然として高い状況であるため、株価がいかなる価格変動をたどるのか、それにより為替市場も上下に振れやすい値動きをたどりそうです。株価の動きに一喜一憂するという状況に変化はないでしょう。以上、夜の FX フラッシュをお送りしました。